小松崎アナウンサーは岐阜県警海津警察署の国枝薫署長から一日署長に任命され、パトカーや白バイが年末の特別警戒に出発するのを激励しました。その後、商売繁盛のご利益で知られる千代穂稲荷神社、通称おちょぼさんの参道に移動し、観光客らに交通安全や詐欺被害防止を呼びかけました。安心安全な年末年始をお過ごしください。はい、ありがとうございます。年末年始、安心安全に過ごしてください。はい、ありがとうございます。海津警察署では交通事故が増加する年末年始を前に警戒を呼びかけています。